こんにちは、リンパケアサークルゆるふわのあしみです。今日は筋トレのヒップアップする方法と、先日よりご紹介しているゆるめるヒップアップの違いをご紹介したいと思います。ヒップアップするには筋トレじゃないといけないっていうぐらいに思っている方がものすごく多いんですけれども、筋トレの方法っていうのはここですね、お尻とか腰とか背中の収縮でこれでお尻を引っ張り上げるっていう感覚でヒップアップになるんですけども、僕らのやってる緩めるっていうのは太ももとかお尻っていうの筋肉を緩めて、この筋肉が拡張ですね、これが膨らむことによってバック下から上に上げる、でお尻が緩むと下から上に上がるという方法で、下から支え上げるという方法で、緩めて今上げています。そういう違いがありますので、その違いっていうのがどういう違い、引っ張り上から引っ張り上げるのか下から支え上げるのかという違いになります。次回の動画ではもう一つ多くの方が勘違いしている点についてご紹介したいと思います。はい、以上です。ありがとうございました。